ハンセンは、アメリカ合衆国のサラブレットの競争馬、シュボバ。2011年のブリーダーズカップジュベナイルを制した。ケンダールフンセンの生産したサラブレットの大馬で、生産したフンセンとスカイチャイレーシング代表の、ハーベーダイヤモンドの共同所有の元競争馬として、登録された。ケンタッキー州、ルイビルを拠点とする、マイケルメーカー調教師に預けられ、 ハンセンは2歳になった2011年にデビューした。その初戦は2011年9月9日のターフウェイパーク競馬場での未勝利戦で、これを2着馬に12馬身1、4差という大差をつけて、初勝利を手にした。続いて、同競馬場で9月24日に行われた、ケンタッキーカップジュベナイルステークスに出走すると、ここも13馬身1、4差という大差で勝ち、 大いに注目を集めるようになる。同年11月5日のブリーダーズカップは、チャーチルダウンズ競馬場で行われ、ハンセンもブリーダーズカップジュベナイルに登録されていた。13頭が登録された、同競争の一番人気は、無敗で、シャンペーンステークスを制してきたユニオンラグズで、単勝2.1倍と断然の人気を集め、次いで、ノーフォークステークスを制してきた4戦三3勝の、 クリエイティブ構図が6.9倍で2番人気、3番人気にハンセンが支持されていた。レースが始まると、ラモン・ドミンゲスを安状に据えたハンセンはスタートとともに、飛び出して、先頭を確保、2番手のスパイツシティという馬を一番進半ほど離しながら、各地点を23秒26、47秒39、1分12秒24のペースで走り抜けていった。 残り2ハロンの標識時点で、ハビエル・カステラーノのカル・ユニオン・ラグズはハンセンに半馬審査まで迫ってきていたが、親毛の途中で寄れたこともあって、ついに捉えきれず、最終的にハンセンが頭差で優勝を手にした。ユニオン・ラグズから一馬身離れた三着には、クリエイティブ構図が入った。翌年1月16日に2011年度のエクリプス賞が発表され、 ハンセンは194票の圧倒的支持を受けて、同年の最優秀二歳ボバに選出された。2012年の初戦は1月29日のガルフストリームパーク競馬場で行われたホーリーブルステークスで、スタートでつまずきながらも先頭に立っていたものの、不良ババに足を取られて、失速、2番手につけていたアルゴリズムという馬に小馬身遅れて2着でゴール、 初めての敗北を喫した。続く3月3日の明けダクト競馬場におけるゴーサムステークスではハンセンはそれまでつけていたブリンカーを外して競争に臨んでいる。スタートから先行集団につけて進んだハンセンはバックストレッチからコーナーに入ったところでドミンスが指示を出すとすぐさま先頭に立ち直線でも勢いを衰えぬままゴールして2着馬。 マイアドニスにサンバ審査をつけて勝利した。ハンセン陣営は、ハンセンのフィギュアを配るなど、たびたび角にプロモーションを行っており、その中でも、一際物議を醸したのが4月14日の、ブルーグラスステークス出走時に尻尾を青く染めたことで、あった。この行為は、開催地である、キーインランド競馬場の採決委員からとがめられ、発送前に染料を落とすように指示された。この処分には、 馬種のケンダールはひどく失望したと語っている。レースにおいては、いつも通り戦闘を保持していたものの、最後の直線で、ケントデザーモの乗るデューラハンという馬に追い抜かれて一馬身、一、四差の二着に敗れた。5月5日のチャーチルダウンズ競馬場で迎えた、ケンタッキーダービーでは戦闘に立つボーディマイスターのやや、後ろ三番手につける競馬で進めていたが、 直線で失速して9着と大敗した。ケンタッキーダービー後はクラシック路線から離れ、6月30日にプライリーメドーズ競馬場のアイオアダービーに出走これを10馬審査をつけて圧勝した。8月4日にマウンテニア競馬場で行われるウェストバージニアダービーに際して、馬主のケンガールは主催者に再びハンセンの尻尾を染めたいと願い出ており、 競馬場側もこれを承諾している。レースでは先頭に立って進めるものの、3コーナーで後続集団に捕まり、勝馬マッチョマッチョから2馬身以上離された4着に敗れた。その後8月25日のトラバーズステークスに向けて準備されていたが、22日にクッケンエンが発覚、引退家族効果で揺れ動いたが、結局9月17日に引退が報じられた。 競争馬引退後、ハンセンはクールモア系列のアッシュフォードスタッドに購入され、翌年より同地で種ボバとして活動を始めた。2013年10月8日、全馬種のケンダールはハンセンが韓国馬事会に購入されたことを報告し、思い入れのある馬を海外に売りたくなかったという複雑な胸中をとろしている。2016年6月5日に、 ハンセンズ・ビクトリーがヘイスティングス競馬場で勝利し、ハンセンサン区の初勝利をもたらしている。ありがとうございます。